パリトキシンは解散毒素の一種。ヒペプチド製の化合物では、マイトトキシンに次ぐ猛毒である。1971年にハワイに生息する好調動物、イワスナギンチャクパリスはトキシカから初めて単理された。多糖類やタンパク質といったポリマー系の生態高分子ではなく、構造式が正確に定まるような天然有機化合物の中では最大の部類に入る。 名称は、パリソアから分離されたことに由来する、ポリートキシン。もともとは、シガテラ中毒の関連毒素と考えられていたが、現在は、アオブダイ食中毒の原因物質と同定されている。マウスに対する半数値飼料 LD50 は0 1 5 g キログラムで、フグ毒として、有名なテトロドトキシンよりも強い。ハワイの先住民族では、野毒として用いられていた。 ナトリウムチャネルに対し何らかの形で作用して、細胞膜のナトリウムイオン透過性を増す。フグ毒のテトロドトキシンの作用と反対である。NAKATP-ARZE に対する特異的作用を示す。1971年に、ハワイ大学のムーアとショウヤによって砂銀着から管理されたが、その砂銀着の住む入リ江には、サメの葉を背中に持つ男を殺したために海水が毒を、 持つようになったという伝説があった。分子量が2680と大きいために、その正確な決定が困難だったが、1976年に 252CF を使うプラズマ脱離音化放出量分析により決定された。パリート基ンの空間重点モデル平面構造は、1981年にムーアラの研究グループと上村大輔らの研究グループにより独立に、 解明された。続く1982年、ムーアラのグループと、上村大輔岸義人らのグループにより、絶対立体配置が決定された。1994年に、テトロドトキシンや、マイトマイシンシーの合成などの業績で知られる、岸義人らにより全合成が達成された。64個のキラル中心と115。 連続炭素骨格を持ち、複雑かつ巨大な分子であるパリトキシンの前合成は、現在においても有機合成科学における近似等であると考えられている。環境中でのパリトキシンの動体は、まだ完全には解明されていないが、パリトキシン類塩体の第一生産者は、有毒渦弁網もであると考えられている。砂銀着には、カ冑チウモなどが共生しているのがわかっており、 そういった藻類から砂銀着にパリートキシンが蓄積されるという経路が一つの選択肢である。そして青イ等の魚は砂銀着を餌として捕食するので結果として青イにパリートキシンが溜まりその青イを人間が食べる途中毒を起こすと考えられている。なお加熱しても毒性は失われない。毒の保有は餌となる生物に依存するため 同じ魚種であっても海域により、毒性の有無は変わる。日本で中毒原因となる有毒種は、ブダイかアオブダイ族のアオブダイ、ハコフグかハコフグ族のハコフグである。その他、ブダイかブダイ族のブダイ、ハコフグかコンゴフグ族のウミスズメ、ハタカマハタ族の魚類も中毒原因魚の疑いがある。発症までの時間は、3から36時間。主症状は、 オーモンス自由解消による筋肉痛、CBK、ゴッド、GPT の上昇、尿の変色、麻痺、痙攣など、重症の場合、呼吸困難、不整脈、ショックや腎障害、人間の感情動脈に対して極度の収縮作用があり、それが人に対する致死原因になると考えられている。ありがとうございます。